はい、どうも皆さんこんにちは、タイヨウタです。今日もコールオブデューティーインフィニットウォーフェアやっていきたいなと思います。で、今回使っていく武器はサブマシンガンで2番目に、出る武器の FHR40、 こちらをね、使っていきたいなと思います。んで、こちらの武器はですね、そうだな、まあ威力が初期武器より高くて、で、連射スピードもこっちの方がね、まあ高い。ただね、自分今まで使ってきた感じだと、結構ね、暴れになる。本当に。大暴れ様ですね。なんだ、大暴れ様って。BO3 のベスパー、ベスパーよりは大丈夫かな。いや、でも暴れるんだよね、結構。でね、この自分、この暴れる系の武器がね、結構苦手で、この腕を押さえるのがね、ちょっと苦手なんで、レベルが3で止まってるっていうね。まだグリップクイックしか解放してないっていうね、ちょっとね、状況なんでね、ここはあえて使って頑張っていきたいなと思います。いやー、なかなかね、この暴れる系でね、まあ、中遠距離は狙っていけないんで、できるだけこう近づいて近づいてぶっ放すみたいな感じにしていこうかなっては思ってはいるんですが、あ、この日本系のマップね。これなんて読むんだっけ？プレシエント？ん？プレシント？プレシント？プレセント？まあ英語は弱いんでね。なんだこれは。もうすでに始まってるぞ。途中参戦だ。途中参戦だけど、ここはね、やっぱしっかりこう1は狙っていきたい。で、ちゃんとマップを見て。そこいるね。このマップ。な、それ無理。それ無理無理無理。落ち着いて。みんな落ち着け。そうだ、落ち着け。いや、怖いな、ここ。ちょっとここ集中しすぎ。ちょっと怖すぎ。怖ぽよですわ。そこね、そこいるね。これ、なんか、ここの外いるね。うわ。確かに、レートはめっちゃ早いけど、来るんじゃないか？来るね。来るけど、あ、もうきつい。これきついな。あ、狙われた。めっちゃ狙われた。いや、きつい。確かにレート早いから強いんだけど、自分のエイム力ではちょっとなんとも、なんともですな。あれ、今いなかったそこ。あれ、いなかったよ。いや、スナイパーいるんだな。なんで、なんでもうちょっと、あと何玉か当たるまで住んでたのに。なんで住んでたのにってなんだ？これやばすぎでしょ。もうなまってきたよ。もうやばすぎでしょ。ちょっと怖すぎ。あ、危な。危な。いや、この距離ちょっとまずいな。この距離でこれまずいな。ちょっと怖。あ、危な。なんとかいった。なんとかいった。いた。みんなさ、あんま離れないでくれよ。ちょっと。狙えないじゃん。危な、怖。怖すぎ。怖ぽよ。あれ？危な！ちょっと危なすぎるでしょ。ちょっと怖。そこいるね。そこいるけど大丈夫？これ中、中めっちゃいるんじゃない？そこ。なあ。なあ、そこいるな。たた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 、それは無理、それ無理。みんな部屋の中いるな。部屋の中、下いるもね。下いる。下3枚もいる。危な、危なすぎ。下いるな。下、下いる。危な。
危なあ。いや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 、危なすぎ。ちょっとギリギリ狙えたけど。なんだなんだなんだ、ちょっと待って待って、なんか誰か普通に喋ってたよ今。誰か普通に喋ってたよ。大丈夫？びっくりした今、まあすんごいびっくりした。今ね、まあ途中参戦でまあすごい短かったですけども、まあ7キル5デスで 1.4、まあ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 途中参戦ってこともあってね、まあ全然キル数は伸びなかったですけども、まあね1超えたんでね、まあ自分としては満足ですね。まあとりあえずまあチームにちょっとでもね貢献できたんで、まあ良かったんじゃないでしょうか。まあね途中参戦もねまあ結構多いんでね、まあそれはそれでしょうがないんですけども、てなわけでね、まあ、今回はね、この FHR40、ちょっとまあ短かったんですけど、まあ、使ってみた感じ、やっぱりちょっとブレが大きいんで、やっぱり遠距離はね、ちょっとどうしてもこう、まあただね、エイムが、ビタッとね、こう合わせられる人だったら、めっちゃ強いっすね、これ多分。自分ね、遠距離ぐらいになってこいつ使おうと思うと、なかなかね、こう、ブレが抑えられないんで、まあ、その方向にね、スティック倒しとけばっていう話なんですが、それがね、難しいんですよね。ってなわけで、今回はちょっと短いんですけども、この辺で終わっておきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。